一汗流した彼女たちは日本のアイスに興味津々。何これアニメ？面白い顔。3人が選んだのは日本の氷アイスの大定番ガリガリ君ソーダ味。日本中を虜にしてきました。では定番のソーダ味いかがですか？おいしい。かき氷みたいにさっぱりしてて好き。とここで日本人なら常識のガリガリ君の醍醐味を伝えると、実は当たりくじ付きなんですよ。そうなの？どこに？全部食べないとわからないんだ。よし、当たりが出るまで食べるぞ。横から食べると早そう。どうしても当たりくじが見たいとガリガリ君を食べまくる皆さん。すると、あ、何か書いてある。これかしら。当たり？やったそれで何がもらえるの？ありがとう。もうそんなに食べられないわよ。さらにこんな外国人も。好きな人あります？ガリガリ君。ガリガリ。日本語ペラペラの彼は来日3年目バングラディッシュからの学生さん。1日で今まで最高6個食べたことある。今まででも俺が当たった回数は合計で27本。27本。そう、実は彼ガリガリ君の熱狂的な大ファン。バスケットボールの練習の後は 2,3 本まとめて食べちゃうそうで。お腹減るぞ。それは基本的に梨なんですけど、友達がスイカ好きだったりとか、エナジードリンクとかなんかの味も。エナジードリンク味と思ったら、今年4月に栄養ドリンクブームの元気ドリンク味が実際に発売されていました。そしてこの秋発売の新フレーバーがこちら。まるでジェラートのような味わいの大人なガリガリ君グレープフルーツ味。ミルクキャンディーの中に濃厚なミルクかき氷、練乳ソースが入ったガリガリ君リッチミルクミルクミルク練乳味。ぶどうの王様、巨峰の果汁を使った巨峰味も近日発売予定。最高。今日涼しいけど最高。日本中を虜にしてきました。では定番のソーダ味いかがですか？おいしい。かき氷みたいにさっぱりしてて好き。とここで日本人なら常識のガリガリ君の醍醐味を伝えると、実は当たりくじ付きなんですよ。そうなの？どこに？全部食べないとわからないんだ。よし、当たりが出るまで食べるぞ。横から食べると早そう。どうしても当たりくじが見たいとガリガリ君を食べまくる皆さん。すると、あ、何か書いてある。これかしら。当たり？やったそれで何がもらえるの？ありがとう。もうそんなに食べられないわよ。さらにこんな外国人も。好きな人あります？ガリガリ君。ガリガリ。日本語ペラペラの彼は来日3年目バングラディッシュからの学生さん。1日で今まで最高6個食べたことある。今まででも俺が当たった回数は
合計で27本。27本。そう、実は彼、ガリガリ君の熱狂的な大ファン。バスケットボールの練習の後は2、3本まとめて食べちゃうそうです。お腹切れそう。これは基本的に梨なんですけど、友達はスイカ好きだったりとか、エナジードリンクとかなんかの味も結構エナジードリンク味と思ったら、今年4月に栄養ドリンクコインの元気ドリンク味が実際に発売されていました。そしてこの秋発売の新フレーバーがこちら。まるでジェラートのような味わいの大人なガリガリ君グレープフルーツ味。一汗流した彼女たちは日本のアイスに興味津々。何これ、アニメ、面白い顔。3人が選んだのは日本の氷アイスの大定番、ガリガリ君ソーダ味。